こんにちは、アニマルコミュニケーターのまゆみです。今日は昨年末にちょっと風の谷のナウシカの話をしたんですけども、風についてちょっと話をしたいと思います。今年から、風の時代が始まった、水亀座の時代って言われてますよね。星座でいうと私も水亀座なんですけども、本当に何て言うのかな、風の時代、水亀座、なんとなくこう自分が自分らしくさらに生きられる時代が来たのかなって思いながら、ちょっとワクワクしながら楽しみにしている部分もあるんですけども、風で、風の時代ってこともあり、風の谷のナウシカもなんていうかな、リンクしてるんですけども、その時にちょっとお話しした、以前にある方に、真由美さんは風のナウシカですかって言われたことがあるっていうお話をしたんですけども、ナウシカも風をと会話するんですね。風を読んで、風とコミュニケーションを取りながらいろんな、ことをしているというか、飛んでるっていうんですかね。でナウシカだけじゃなくて、風の谷の人たちは風を読んでるんですよね。で、風の声を聞いていろんな行動をしています。で、私自身もこの風というのにはものすごく縁があって、もともとアニマルコミュニケーションというか、こう自然のものと会話がクリアになったのが、アフリカにいる時に風に話しかけられたことです。一番最初に声を聞いたのは、はっきりとしたクリアな声を聞いたのは風でした。風が最初話しかけてきてくれて、大丈夫だよっていう、これが一番最初の声でしたね。それから何回も大丈夫だよ、もう一回考えてみようとか、とりあえず今日はゆっくりして明日考えようとか、ちょっと外に出てみようとか、いろんなことを風が私を勇気づけてくれて、励ましてくれて、そこから私も風にいろんなことを聞くようになり、風との会話を始まりました。そこがもしかしたらナウシカと同じなのかなって今思えばね、思うんですけども、まさにこの風の時代にもマッチしているし、その風と話したのもテレパシーです。で、風の時代っていうのはそういうテレパシー、直感をひらめきをいっぱい使って感性を豊かにして生きていく時代だと言われています。本当にその風の時代にぴったりの、20年以上前ですけども、風に教えてもらって、風との会話から始まったのが、私のアニマルコミュニケーションではないかなと思っています。その後もね、昔からあるんですけども、例えばひゅっと春に風が吹くと、皆さんもね、なんかそういう経験あると思うんですよ。ああ懐かしいな、これなんか中学校の時の校庭の感じと一緒だとか、ああこれはどこどこのなんか国に行った時のあの風と一緒だとか、いっぱいそういうものがあると思うんですね。風が記憶しているっていうのか、風が記憶を教えてくれるっていうのかな、なんかそんな感じで、私は普段からすごく風と縁が深くて、それはもう本当昔から、子供の時から、あの時の風だ、お昼寝の風だとか、そういう感じで風が来るたんびに感じていました。なので、今でも、あの時のアフリカの風が来たとか、久しぶりだ、ハワイの風だ、懐かしい、ありがとうとか、なんかそんな感じで風が吹くたびに、すごく、なんていうかな、こう原点に帰るというか、嬉しい気持ちに、もう本当単純に、なんかほわっとこうハートがあったかくなりますね。で、もちろん風はそういう柔らかい風だけじゃなくて、強い風であったり、いろんな表情を持ってますけども、でも私はやっぱり風というものがすごく大好きですし、風が吹くと本当に気持ちいいですよね。だから
屋外がすごく私は好きなんですけど、風を感じていたいんですね。風を感じているといろんなことがわかるし、なんか自分の中もわかるというかな、自分の中身、気持ちも、その時の感情もわかるし、なんかいろんなものにつながれるっていうのが私にとっての風なんですね。なので、まさにこの風の時代、風を使ってコミュニケーションをして、そしてクリエイティブして生きていきたい、そういう1年に、また今年だけじゃなくて2年3年4年と生きていきたいなと思っています。今日は風の話でした。いつもご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。アニマルコミュニケーターのまゆみでした。ありがとうございます。